さあ皆さん始まりました。日付1月の25日、今が17時ちょい過ぎですね。いつも通りマーケットの分析やっていくんだけども、まあニューヨークダウ昨晩上がって、その他指数は下がってる状況。で、朝方マイクロソフトの決算が発表されて、その後の動きね、今晩どうなるかっていうのがすごい重要な中で、今日日経平均は95円上がってます。ただし前言っていたラインでちょっともたついてるような状況なので、まあドル円もね、まだ円安になったと言っても130円台ですから、想定為替レートをまだ5円ほどね、平均値下回ってるので、今後ね、どういった動きをしていくのか、そこあたりの状況のアップデート、はい、現状の分析やっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、一応2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙って社長賞連続で取ったりとか、一応不純な動機ではあるんだけども、しっかりと実務経験を積んできてるので、そこあたりを踏まえた上で、これから僕の話参考にしてもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もやってるので、もしよかったらそっちの方も検討してみてください。というわけで、日経平均の分析からやっていきましょう。ストキャスティックスだけなんですよね。加熱気味のラインに行ってるの。で、RSI に関しては、直近の上値の抵抗ライン抜けてきてるので、一本トレンドラインが出てるんですよ。で、MACD も上昇トレンド形成中。で、現状の日足の位置、抵抗ライン密集ラインね。200日、このピンク色のライン、水色が75日移動平均線、青色が50日、黄色が100日移動。まあ、ここあたり抵抗ライン密集してるので、ちょっともたついてるような形。で、5日移動平均線の、修正をちょっと待ってるような形かな。5日移動がこれがね、上がってくるのをちょっと待ってるような動き方をしてますよね。で、今2区を目先形成してるんですよ。ここに窓1つ目。で、ここ2つ。2区形成ですね。で、これさらに3区形成してくると3区後、要は窓が3つ開くと、その後短期的な下落が入りやすくなるので、そこだけ警戒。あとは、8月の高値期日、これはまだ過ぎてないので、目先上がってるからといっても、完璧に楽観視はしてほしくないんですよ。要は日経平均8月すった金ですよね。その半年後の期日は2月17日です。一旦上がったとしても、2月の17日、まあ半ば、来月半ばに向けてまた一旦押してくる局面はある可能性が高いので、そこは注意ですよね。特に前から言ってる通り、去年はそれだったから。はい。9月の高値期日、3月。高値から半年後にボトム。下がってその後上げですね。で、1月の高値期日、7月5日、そこに向かって下がってその後反転上昇なんですよ。で、ここ3月の後半なんだけども、日経平均ですね。3月の後半。ということは、9月の後半ですよね。はい。9月の30日に向かって一旦下がってその後上がってる。いや、こういった動きを去年してるならば、そこに対して警戒感を持たなくちゃいけないのは当たり前なんですよね。もう一回同じパターンが出てくるかもしれないんだから。特に今、信用の需給は悪いです。はい。信用の改ざんは3兆円超えてます。3.3 兆円ぐらいです。はい。若干改ざんは今日出たデータで見ると減ってはいるんですけども、それでもなんですよ。まだまだやっぱし信用の改ざんが多い。ということは頭を打ちやすいんですよね。そっから、要はその、買ったものは必ず返済しないといけないんで、制度信用取引で買った人はね、信用取引で買った人は。高値で買った人は半年後には必ず売らないといけないんですよ。そういった需給的なインパクトがここに来るっていうのが分かってるんだから、やっぱそこに向けてね、やっぱしどういった動きをしていくのか、売り上がっていくっていう戦法がいいと思う。で、特にやっぱし今、ドル円が円高に進んでるわけじゃないですか。企業の想定為替レート135円ですよ。そこから比べても若干上がったと言ってもまだ5円ビハインドなんですよね。そこで業績のリスクがどういった風にマーケットに影響を及ぼしてくるのかは意識しなければいけない。じゃあちなみに今日日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのか。はい。上昇1位ダイキン工業。まあ 1% 相当上がっていて、その後、まあ鈴木、大日本印刷、テルモ、TDK って形で続いてるんだけど、注目なのがやっぱし下落企業トップ。日本電産、決算後急落です。5% 下がってる。で、11円相当日経平均押し下げてるでしょ。で、その下にアドバンテスト、東京エレク、M3、伊藤忠商事、まあここあたりが下がってるんですよね。で、特にやっぱし日本電産が下がってきてるんですよ。日本が誇る、まあ、トップ企業ですよ。主力銘柄の動き見るんだけども、日本電産ですね、これね。決算後急落ですね。で、この銘柄に対しては決算悪かったっていうのもあるんだけれども、需給もめちゃめちゃ悪いんですよ。要はその信用取引でめっちゃ買われてるんですよ。11月の急落からちょっと買い単が増えてるような状況なんですけど、決算悪くて、プラスアルファで信用の買い手がめちゃめちゃ入ってる銘柄は、やっぱしこういった動き方しやすいんですよね。で、急落は3日待てです。
急落した銘柄翌日にこうパッてね戻してくる確率あるんだけど、期待値としては3割4割ぐらいで 50% 切るんですよね。だいたい連日下げていく傾向にあります。パターンの方が多いです。だからそういったこともひっくるめて、日本電産急落は3日目4日目に自立反発が入ってこないかどうかってところをちょっと確認するのが、まあ通常の動き方になるのかなと思う。で、今こういった銘柄が多いんですよ。要は今決算に向かって上がってはいるですけど、全体的に。ただし需給が重たいんですよね。全体的に需給が、信用の改ざんがバカみたいに入ってるんですよ。で、そういった中でいい決算が出てきたら、まあ踏み上げてくる、まあ信用の買いの返済を伴いながら上がっていく、信用整理を伴いながら上がっていく可能性あるんだけど、こと要は悪い決算が出た場合投げますよね。信用取引でやってる人なんて借りたお金でやってるんだから短期ですから、はい、半年後に買ってる人、決済しなくちゃいけない取引、まあ、制度信用で買ってる人は必ず半年後に決済しないといけないんで、で大多数の人はやっぱそれなんですよ。ということは短期なんですよ、信用取引はね。悪い決算が出たら投げるでしょ、そりゃ。で、そういった動きが全体的に出てこないかどうかっていうのが、やっぱし目先注視っていうか、まあ、注目されてるのかなっていうふうに思います。こういった銘柄は、やっぱしこれからも出てくると思いますよ。はい。何本か出てくるとは思います。そこが注意事点、事項なんですね。で、東京エレクトロン。まあ、ここも200日ラインで一旦揉んでる。はい。まあ、これは前皆さんに言った通りですね。200日あたり一旦揉みそうだよねって話してて。短期的にそういった動きしてるかな。で、ここは窓1区。で、今2区を開けてるので、2区、3区目なんで、一旦その修正波が入るかどうか注意。で、あとその、ファーストリテイリング。まあ、ここ 0.17% 上がって、これは、いつものパターンですよね。一旦急落して、急落1日目、2日目、3日目。まあ、1日目、2日目、3日目に反転始まって、ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入ってる状況。で、レーザーテックは今日は 1.56% 上げかな。ただ、横横の展開が続いてる。米国株、特にソックス指数が急騰直近 5% がしてたのに、日本の半導体株がそこまでそのリアクション取ってないっていうところは、やっぱり決算シーズン。もう、業績相場なんで。あとはその、なんていうのかな、日銀の方向性のところ、ちょっとそこがね、ネックですよね。4月8日でしょ、黒田さんの任期満了が。で、その次にバトンタッチじゃないですか。ということは、配当落ち後、3月末が、やっぱ3月が配当取りなんで、一番のテーマがですね、そこに向かって一旦押しても高配当利回り銘柄一旦上がると思うんだけども、配当が落ちた後その次に意識される黒田さんのリスクっていうところ、日銀リスク、そこがね、嫌でも目についてくると思うんですよね。だから配当落ち後ちょっと下げてくることを想定せざるを得ない。少しね、意識、守備意識は持っておかなくちゃいけないのかなって感じがします。攻める分は攻めて、守る時は守る。はい、攻める銘柄と守る銘柄を分けるっていうのはまあ当たり前なのかなって感じがするんですけどね。はい。そんな感じです。じゃあ、他の指数どうなのか。トピックス。バンドオークです。上昇起こりバンドオーク中。ということは、日柄調整が入って、パラボリックマックDは下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入りやすくなるけれども、まだそういった動きはしてないよ。RSI 重視。ストキャスティックスは機能不全に陥ってるんで、RSI が過熱気味のラインタッチしたならば、ちょっとやっぱし目先下落っていうところを意識、調整を意識せざるを得ない状況になると思います。今のところバンドオークだからね。まだ下がってくる兆候は出てないかなって感じがします。トピックスは。じゃあ、マザーズはどうなの？0.74% 上昇。で、ここもバンドオークなんですよ。バンドオーク。日足がボリンジャーバンドの上の青のラインに沿って上がる強烈なトレンドサインですよね。まあ、それが出てるでしょ。で、フィボナッチの高値安値の 61.8% 戻しラインで止まってるんですよね。で、これが、やっぱしその、ね、明確にもっと抜けてきて、5日移動、この水色のラインと、この、61.8% の黄金比率ラインをゴールデンクロスしてくるならもうちょっと上行きやすいかなと。まあ、それだけですよね。ストキャだけかな、加熱気味のサインを出してるのはね、一応ね。まあ、そういった形で各指数は動いてますよ。じゃあ、日本株の優位性は今どうなってるの？これが重要なんですよね。まず見ていかなくちゃいけないのが日本株と米国株のバランス。はい。日米の優位性ですね。これが NSY 率っていう風に僕は勝手に命名して作ってるチャートで、簡単です。日経平均割ることの S&P500 です。上がると日経有利、下落すると S&P500 有利。イコール、上がると日本株有利で、下落すると米国株有利なんですよ。で、今これボトムを折って、昨年は下がってて、米国株の方が有利だったんだけど、そこからボトムを折って、今上がってきてる。ということは、
米国株よりも日本株、日経平均の方が優位性は高まってるんですよね。はい。で、これがさらに上がってくると、その動きがさらに顕著になってくるかなっていう状況になってきてる。はい。じゃあ、日本株と米国株の優位性見ましたよと。じゃあ、日本の市場内ではどうなの？ NT 倍率。これ日経平均割ることのトピックス。上がると日経より、下落するとトピックス優位。今これ下がってきてるので、日経平均よりもトピックスの方がちょっと優位性が出てきてる。じゃあ、対マザーズに対しては？ TM 倍率。上昇するとトピックス優位。下落するとマザーズ優位なんだけども、これも上がったところから今下げてて、まあ、トピックスよりもマザーズ優位の相場が目先まだそのトレンドラインとしては出てるかな。で、NM 倍率。これ日経平均割ることのマザーズ。上昇すると日経より、下落するとマザーズ優位。で、今これも下げ基調なので、日経平均よりもマザーズの方が優位性はありますよっていう状況を形成してます。ということは今日、直近の動きだけで言うと、トピックス日経、トピックスマザーズ日経っていう順番かな。ん？マザーズトピックス日経っていう順番にちょっと変わってきてるかな。NT 倍率がどう動いてくるかちょっと注目でいきましょう。これもし下がってくるような動き方を今後してくるなら、おそらくこれ横横の展開になるんですけどね。バンドの動き、ボリンジャーバンドの動きを見ると横横の動きになると思うんだけど、もしこれが下がってくるなら、トピックスへの寄与度の高い銘柄にフォーカスされます。イコール時価総額の高い銘柄。バリュー株。後輩取り回り銘柄。ちょっと物色の手が入るかもしれない。で、逆に上がるなら日経平均の強度の高い、まあソフトバンクであったり、ファストリーであったり、東京エレクであったり、そこあたりが動きやすくなるんですよ。そこの違いを抑えててほしい。だからこの市場間同士の優位性っていうところは、銘柄を選択する上で、やっぱ重要なんで、例えばね、皆さん持ってる銘柄ありますよね。マーケット全体上がってるのに自分のだけ上がってない。なんでやって。なるじゃないですか。たまにあると思うんですよ。そういったこと、経験あると思うんですよ。なんでかっていうと、ここ見てないからですよ。優位性が強い市場を優先的に選択して、そこの関連銘柄を買ってないから、要は負けてるんですよね。あとはその相関、指数との相関性が、やっぱし1に近いとかっていうのももちろんキーになる、キーポイントなんだけど、ここのやっぱし市場のどの市場に一番、どの指数に一番お金が集まってるんだろうっていうところを見ることによって、だいぶ的を絞れると思います。これが重要ですよね。これやってる人結構僕のチャンネルでいて、利益、かなり上がってきてるんですよ、全体的に。夜のライブとか参加見てみてください。はい。毎日アンケート取ってるんで、儲かった人、儲かってない人のアンケートをね。まあ、とりあえず日本株はこんな形だよね。じゃあ、注目の米国株はどうなの？昨晩、システム障害ありました。はい。意味のわからない値動きをしたんですよね、米国株は。夜のライブでも皆さんと話してて、はい。ありえんほど、要は株が暴落したり、暴騰したりしてたんですよ。モルガン・スタンレーとか一時 8% 急落とかしたんですけど、値後も、それシステム障害だったんですね。で、実際はそんなに下がってないよっていう状況だったっていう感じなんだけど、そこで一旦パニックはありました、寄り付き後、すぐは。それが何の原因なのかっていうのはわかんないですけどね。なんか僕が変なの食べちゃったからかもしれないし。はい、まあ、詳しくは夜のライブ見てください、昨日の。で、S&P500 も一応その小幅に下がってるんだけど、はい、このチャートを見る限りはまだ上昇基調っていう形ですよね。一旦揉んでるぐらい。で、マイクロソフトの決算がやっぱ発表されて、アフターでなんか上がってるみたいなんですよね。まあ、そこ次第ではあるんだけども、まあ、その中身を後で確認します。VIX 指数ね、これが重要です。はい。VIX 指数の MACD ゴールデンクロス形成がまだ入っていません。前から言ってる通り、これ騙し入ってるんでね、みんな。注意っすよ。注意。めっちゃ注意。ビックスの、これ市場のファン信用を表す恐怖数って言われてて、ヘッジファンドがオプションで、要はヘッジで、ヘッジ、保険をかければかけるほど、このビックスっていうのは急騰する。その反面、株式市場は急落するっていうおまけがついてきます。その転換点が、MACD なんですよ。MACD のゴールデンクロス、デッドクロスを起点としてカバー上下します。やりましょうか。要はここですよね。はい。12月の5日ぐらいですよね。ゴールデンクロス形成したのが。で、ここ。11月の11日、デッドクロス形成してますよね。じゃあ、その後どうだったのか、見てほしいんですよ。ニューヨークダウとかも。はい。12月の5日ぐらい。ここですよね。まあ、ここあたりを、で、下の方にスーッて下がってるでしょう。一旦。S&P500 の方がいいかな。わかりやすいかな、そっちの方が。はい。はい。ここですね。12月の5日ぐらい。ここあたりデッドクロス形成して、一旦上がったけど、その後スーッと下がりましたよね。で、1月の11とか、ここですよ。ここからもこうグーッと上がってきてるんですよ。一旦。このパターンは、
何度も出てます。で、ここあたりちょっとあれなんだけど、過去のパターン見てみるともっとわかりやすいんですよ。詳しくは爆撃戦略3の動画見てほしいんだけど、ただし、ここは、騙しが本当に昨年の仲間から何度も入るようになってきてて、フライングダメなんですよね。明確にクロスを組んできたタイミングが、やっぱそのヒットする、要はその下落のサインになる傾向にあるので、しっかりとクロスするのを見ててください。騙しが多いです。騙しが多いです。今のところその騙しは入ってませんよっていう状況。はい。だから S&P500 もまだなんか顕著に動きそうだよねっていう、まあそういった見方につながるんですよね、少しね。で、セクター別の騰落率とかもちなみに見ていくんですけど、昨晩上下したセクター、下落したセクターはここあたり。コミュニケーションサービスセクター。まあ、上がってたからね、直近ね。で、ヘルスケアであったり、エネルギーセクターであったり、ここあたり下げました。で、上がったのが工業セクター、ユーティリティ、リアルエステート、あとは、生活必需品であったりとか、金融セクター。まあ、ここあたりが、まあ、小幅に上昇したぐらいに留まってるんですね。なんでかっていうと、決算で重要なのが出る直前だったからでしょ？ガーファムの決算、マイクロソフト先駆け出てきましたよね。はい、やっぱし神経質な展開にやっぱしアメリカもなってはいる。業績どうなるかって。でちなみに GV 倍率は上昇基調です。これアメリカのグロース株指数割ることのバリュー株指数ね。 S&P500 の下がるとバリュー株優位なんだけども、上がるとこれグロース株優位なんですよね。ということは今昨年末まではバリュー株の方が優勢だったけど、アメリカは今はグロース株の方がアウトパフォームをしてるっていう、そういった地合いに変わってます。場況は極めつけに金利の反応も感応度も薄れてきてる今。アメリカの2年債利回り、一旦今日下落です、今ね。で、5年債利回り、10年債、20年債、30年債利回りも低下基調なんですよ。なんでなのかっていうと、皆さんご存知の通り、利上げ観測が後退してるからですよね。0.25% の、やっぱその利上げ観測っていうのも出てるし、どっかの段階、春先以降一旦ストップするんじゃないかっていう、そういう憶測も出てるわけですよ。ということは、やっぱ債券買い、金利、債券買いっていうところに繋がってるような形ですよね。だから債券、今年のテーマは金利じゃないです。業績です。インフレです。インフレに伴う業績懸念、景気後退懸念がどんな形で出てくるのかっていうところはマーケットは意識しているので、イコール企業の決算にフォーカスされやすいと思います。はい。それによって、やっぱしまだ乱高下するような時代は続くと思うので、そこだけはあんまり、やっぱしなんていうかな。一朝一夕にね、今の試合、ファンダメンタルは改善はしないよねっていうところだけは覚えてほしい。まあ、少しずつ改善傾向にあるけれども、結局は企業、株価は業績に修練するので、業績次第っていうとこっすよね。はい。そんな形で今動いてる。だから、ナスダックとかも、こんだけグワンって目先上がって、200日ラインまで上がってるし、即指数もドーンって上がって、はい。逆ヘッド&ショルダー形成後から上の方にズドーンって上がってるわけですよ。この逆ヘッド&ショルダーですね。転線ライン抜けたら強いよ。で、抜けたんで、こう、バーンって 5% 上がって、昨晩ちょっと落ち着いたような形ですよね。5日移動平均線の距離感待ってるのかなっていう試合に変わってきてる。で、注目されていたマイクロソフトはどうなのかっていうところなんですけど、はい。一応ね、そこの決算の中身を確認しましょうか、まずはね。はい、こんな感じですね。読み合わせしましょうか、一旦。マイクロソフトが24日発表したあの決算では、はい。利益が市場層を上回ったと、クラウドサービス事業、まあ、Azure ですよね。顕著でパソコン市場の低迷を相殺したという形。で、アフター、引け後、時間外取引で株価 4% 上昇してるよ、みたいな感じのね、ニュースが出てきてるんですけど、純利益はね、12% 減なんですよね。はい。一株当たり利益は 2.32 ドル。市場層の 2.29 ドルを上回ったと。売上高は 2% 増。まあ、低調ですけどね、これはさすがにね。うん。で、クラウドサービス、これ、重要な Azure の売上高が 31% 増加し、はい。アナリスト予想とは、市場予想とは一致しましたよ、ということが一応書かれてます。まあ、そこあたり受けてね、やっぱその、過度な不安感が少し後退して、時間外で上がったのかなって感じはするけど、実際、その、マーケットが相手からの動きが重要っすよね。はい。で、やっぱしね、AWS のシェアは、着実に奪ってるみたいですね。要は Amazon も、クラウドサービス展開しているわけですよ。AWS っていうのを。Amazon Web Service って言うんですけどね。ここのシェアを奪ってきてます。はい。Azure のシェアは2020年に 30% と2018年ですね。だから今から、まあ、4年前かな。の 20% から 10% 拡大してます。逆に、Amazon のシェアは同時期の 71% から 55% に縮小した。まあ当たり前ですよね。同じサービスを展開してるんだから、市場の取り合いになるのは当たり前。で、
Amazon の方から、Amazon の方から、マイクロソフトの方に、Azure の方に市場シェアが移ってるよっていうのが、一応ここでは確認されてる。まあ、1万人を削減するっていうふうにね、発表してて、こういった決算出てたんで、今晩注目ですよね、どっちにしてもね。うん、他にも残ってますからね。はい。マイクロソフトだけじゃなくて、Amazon どうなろう、Apple どうなろう、アルファベットはどうなろう、広告サービスの、そこあたりやっぱし規模になってくるわけじゃないですか。で、昨晩のあの個別銘柄の動きを見ると、上がってるのはここあたり、トラベラーズ、求心ですね。まあ、決算後、こう上がってる状況。で、アルコア、ベライゾン、こういった動きしてるんですけどね。キャタピラーも上昇、ロッキードマーチン、あとネットフリックス。まあ、ここ良かったっすよね。ネットフリックスがずっこけないでいい決算出て上がってるわけじゃないですか。上昇方向にバンドオークね。はい。回数が増えたってところで。もう、決算で反応してます。よしあし分かれてる。で、アップルとかも一応バンドオークっぽくなってきてる。はい。で、逆に下落した銘柄どこなのっていうと、まあ、3M。はい。この後ね、決算発表されてますよね。6% 急落ね。で、6。ショピファイ、ファストソーラー、あと半導体のアドバンストマイクロンデバイス、あとアルファベットね、ここもバンドオークっぽくなってる。まあ、今朝近いんで、バンドオーク、日柄調整が入ってパラボリックマックリア、ゲラクトエンドを形成するまでは OK。で、台湾セミコンダクターであったりとか、ちょっとおかしな動きしてるところあると思うんですけどね。これはだからシステムのバグですね。はい。で、ちょっと一部銘柄がこういった形で動いちゃってるんですよね。で、マイクロソフトね、これ決算後に上がってるっていうことなんで、時間外でね。上がってくることを期待したいですよねっていうところで、今晩のマーケットに帰ってくる。さあ、どうなのかってとこですよね。で、他の市場もちょっと見るんですけど、ビットコインは295万、バンドオーク日柄調整が入ってきてて、パラボリックと日足との距離感近いんですよね。で、RSI、これね、多分、シャープ66重要視ですね。メンバーさんやったらわかると思うけど、そこのテクニカル通りの動きになるかどうか。バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックマックリア、下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入りやすくなる。パラボリックとマックリーのトレンド転換、これ重要かなと思います。で、欧州の市場を見るんだけど、ユーロストック50、これ日柄調整中なんですよね。で、ちょっとマックリーデッドクロス組みそうになってるんで、ちょっと警戒。ドイツ、ダックス、イギリス、FTSE、ここも、ちょっとバンドオーク終了後の動きに発展しやすそうになってるなっていう感じがする。お隣、中国。上海総合指数上昇ですね。引き続き、まあ、こんな形の動きを、まあ、してる、まあ、あれなんですけどね、止まってるんですけどね。うん。こういったところで、ただやっぱし、中国国内ではまだコロナのことがどうなってくるかわかんないと、で、ビザのところに関しても、やっぱり報復措置的なところがね、取られてるわけじゃないですか、日本にとっては。お隣韓国と、僕たち日本に対しての、要は中国の姿勢っていうところが、やっぱしちょっとずれてるよねって、同じような、規制を張る、まあ、ちょっとやるべきなのに、こっちの日本だけ、まあ、プラスアルファでやってきてるってところで、まあ、ね、政府関係者は、ちょっとクレーム入れてるみたいですけど、まあ、そこあたりはどうなるか分からへん、はっきり言って。ただ国内、中国国内はまだまだちょっとね、大幅な方向転換かな。いきなりな方向転換で収束しきってない状況じゃないですか、コロナがね。そこあたりどう動いてくるか。まあ、中国関連銘柄はまだまだやっぱし、なんかネックあると思う。昨日、今週発表されてるレポート、いつもレポート皆さん見たら分かると思うんですけど、中国に対するアメリカからの規制が、やっぱし、なされようとしてるわけじゃないですか。ハイテクに関するね。で、そこに、やっぱし、日本とかも、また入って、ね、協調路線を取るんじゃないかっていうふうに言われてますよね。そうなってくると、中国への売上高比率の高い、やっぱし、ハイテク銘柄であったりとか、ちょっと下押し圧力が入りやすくなるかもしれないねっていう、まあ、そういった、やっぱし、情報とかも入ってきてるし、関連銘柄とか、ちょっと中国関連銘柄とか重たくなる、そういったところがあるかもしれないんですよ。それがちょっと一つリスクとして挙げられてます。とにもかくにも、アメリカマーケットに関してはビッグ指数の動き方次第、マック D のゴールデンクロスがなされてくると、ちょっと急落リスクが高まるんで、それが回避されてる時点は比較的顕著な動きをしてくる可能性高いです。あとはガーファムの決算、マイクロソフトの決算通過したんだけど、その他の、やっぱり中心どころの決算、まあ、テスラの決算も来ますよ。そこあたりが、やっぱしどういったリアクションをマーケットに及ぼしてくるのかっていうのは、今、業績相場に変わってるので、必ず見ないといけない。で、日本株に関しては、もうこれ考えは変わってないです。はい。高値期日は無視できない。
去年の動きを見ても、なおさらですね、上がってるからといって、完璧に、安心しすぎるのはあれなのかなと思います。で、今日ツイッターの方で皆さんの方に、注意事項で、一旦、リツイートしてたんですけど、そこ見ててくれてるからみんな。うん。ずっと上がり続けてくれへんかなって、そしたらみんな利益取れるのに、これが一番僕は望んでることです。含み損抱えてる人が、もうなんていうかな、もうゼロになって、みんな利益、これがもう誰もが望むことなんですよ。僕は特にそうですよ。はい。ただね、油断大敵って、特に、RSI が加熱気味のラインに入ってきてるような銘柄に関しては、ちょっとね、慎重になろうって。油断してる人は大抵高値掴みして初めて間違いに気づきますよ、と。もう、この何年間見てきました。YouTube でも2年間、でも2年間以上配信してて、もういつもやっぱしこれなの。油断して高値掴みして、まだ上がる、まだ上がる。そうは問屋は下ろさないんで、上がったら下がる。これは当たり前ですからね。はい。しっかりと戦略させて売り上がっていくスタンスでいきましょう。で、まあね、高値使い、またもっと上がってくるかもしれへんっていう銘柄に関しては、例えばデーで一旦ついてみたりとか、できる人はやっててもらってもいいと思うし、あとは、3月に向けての、テーマは、高配当利回り銘柄です。これはもう皆さんにうるさいぐらい言ってるし、もう僕たちはもう1ヶ月先、2ヶ月先を睨んだ、要はその戦略を立てていこうっていうことを話してますから、そこは粛々とポートフォリオの中に組み込んでいてもらいたいかなっていうふうに思ってます。もうこれずっと言い続けてることですけどね、この1ヶ月間ぐらい。はい、今年に入ってからもずっと言い続けてることなんだけど、それを見つつ、今のそのアメリカの対グロースに対する優位性っていうところをついていく。はい。それが切り替わったんやったら、NT バイルスか、あとは NT バイルスとかの動きを見ててもらいたいかなと思います。なので、また動きがあったらね、すぐに YouTube であったり Twitter とかで情報配信していきますよ。はい。もしよかったら最後に僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしとってもらえると嬉しいです。あと、さっきも言ったんですけど、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会してて、かなりね、やっぱその勝率上がってる人増えてきてるんですよ。もう夜のライブで見てもらってる方だったらわかると思います。どういった状況なのか。まあそんなにね、悪い、コメントとかも全然ないし、はい。今、クーポンも出してて、あと5日ぐらいで、そのクーポンの有効期限も切れますから、下の方見とってください。3ヶ月間 20% オフのクーポン出してますよ。もし興味がある人がいたら、そっちの方もね、ちょっと検討してもらえると嬉しいです。僕の配信は、この無料の夕方の動画、夜のライブ配信、ツイッターでの情報配信、あとメンバーシップ内での、金融のお勉強会ですね。はい。この4つが、4つで1つのパッケージなんで、はい、そこを覚えとってもらえると嬉しいです。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。おそらくね、多分ね、今日夜ライブ配信すると思う。うん。わからへん。もうこの動画の再生回数次第です。はい。皆さん、よかったら見とってくださいね。いろんな動画よろしくお願いします。お疲れ様です。